どうも、白石秀則です。このチャンネルは43歳の田舎に住むシンガーソングライター、音楽家の白石秀則と猫3匹との生活や音楽制作、映像制作、そして自分の音楽の経験談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露しているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。もうすぐ8000人。はい、ということで、ですね、今日はですね、ちょっとガジェットの話をまたね、させてもらいたいと思います。ですね、またちょっと悩み出しまして、以前からですね、来年の1月にフルサイズのカメラを買うと宣言しております。まあ、本体はまあほぼ確定、α7S3 を買うんですけども、ここへ来て、ちょっとレンズの方また悩み出しまして、まずですね、一本だけ、もう俺単焦点で勝負するっていう意気込みだったんですよ。ソニーの 24mmF1.4 の G マスター。これをね、購入して、これで勝負していこうと思っていったんですが、やっぱり標準ズーム欲しいなと、ちょっとこう、作品撮りを通してね、思い出しまして、で、悩んだ末、タムロンの 28-75mm の、F2.8。これをね、買って、で、G マスター 24mm も買おうと思ったんですけど、ちょっと待てよと、それ金かけすぎだし、レンズ2本もいるってまた思い出しまして、で、あとですね、僕、APS-C 用なんですけど、35mm の単焦点持ってて、で、この写りが僕相当好きなんですよ。で、フルサイズ換算で 50mm から 55mm ぐらいなのかな。まあ、なんせこの画角がすごい好きで、じゃあ 24mm じゃなくねってなってきたんですよ。俺買うの 50mm とかでいいんじゃねってちょっとなってきて、単焦点ね。で、これも APS-C 機専用のこうズームレンズなんですけど、これ α7S3、APS-C モードにするとこれも使えちゃうわけですよ。これがですね、18mm から105mm のズームレンズなんですね。これ使えるよなと、多少クロップするけどこれ使えるよなと思ってきたらですね、 50mm の F1.2 G マスター1本買えばいいんじゃないかとちょっと思ってきまして、ただめちゃくちゃ高いんですよ。いくらだったっけな、25万ぐらいします、レンズで。もうカメラ変えちゃいますけど、やっぱり一応皆さんのこうレビューとか作例見るとやっぱ好きな画角なんですよね。なので単焦点はそれ1本だけ買って、でもこれ持ってればもう安泰じゃないっていうぐらいのクオリティのものが撮れますので、そうっすね、まあ安物買いのうんちゃらうんちゃらじゃなくて、一発ここに投資をしてですね、いい作品が撮れるんじゃないかなと、今はそっちに傾いています。 24mm の GM から 50mm の GMA、 ちょっと気持ちが揺らいでいます。そしてズームレンズは買わずに今持っているレンズを運用していこうかなと思っています。またご意見アドバイスありましたらコメント欄の方よろしくお願いします。ということで今日はガジェット単焦点また悩み出したよの回でございました。白石秀則でした。ありがとうございました。Boom!